長井市のシンボルにもなっているアヤメが今見頃を迎えています。広大な土地に広がる一面の紫色のグラデーション、まさに圧巻の景色です。そして一つ一つ近くで見てみると咲き方も模様も違って、ゆっくりと散策したくなりますね。 3.3 ヘクタールの広さにおよそ500品種100万本が咲き誇る長井市のあやめ公園。ここ数日の陽気で一気に開花が進み、今一面満開のあやめを楽しむことができます。中でもここでしか見られないという長井市原産の品種長井古種のエリアは見どころの一つ。こちらは濃い紫色が鮮やかな長井小紫です。また鷹の爪のような花びらの長井鷹の爪など、特徴の異なる34品種が一斉に咲き揃っています。すごく感激してます。こんなにいっぱいあると思わなかったね、うんうん、いろんな種類があってすごく綺麗だった、うん、そう3人で来たかったんで、うん、一緒にね、綺麗で感動しました、ね、最高あやめの見頃は今月いっぱい続きます。